武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾教務部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。彼女に振られて勉強に集中できません。どうしたらいいですか。おなんで僕に聞いてきたのかな、この人。はい、まあいいですけど。まあそうですね。まあこれはでも、僕はやっぱね、その指導で教えてる側なんで、これを実際生徒が言ってくることは割とあるんですよね。あとは逆にその好きな人がいてこう集中できませんみたいなパターンもあるしみたいなところなんですけど、結構よくこういうことにアドバイスするのは、やっぱそれを理由にこう受験がダメになったって思った時に、後でやっぱ後悔するんじゃないっていう話だし、逆に言えばその成功しさえすれば、ちゃんと受験うまくいったり自分なりに納得いく結果が得られれば、その時の気持ちっていうのはなんか結構、まあ振られちゃったけど、まあ別に受験受かってよりなんかもっと、なんか言い方悪いかもしれないけど、もっといい彼女を作れる機会が得られるんじゃないかというか、なんていうか、今ここで頑張んなくなっちゃうと自分が今の自分よりもダメな方向に進んじゃう可能性が高いと思うんですよ。そうなっちゃったらやっぱこうなんか悔しいじゃないですか。なんか振った向こうの目が正しかったみたいで。だけどね、そこでいや、これでこう腐って自分がダメになったらダメだと、もう見返してやると、もう向こうがこう振ったことを後悔するぐらい自分がやっぱ魅力的な人間になるっていう意味で、まずは勉強頑張ろうと。それで受験でちゃんと自信持って、もうちょっと大学ではもっとこうすごい人間になってやるみたいな感じで、こうなんていうか、その状況に対して どうこう働かせるかというか、プラスにするかマイナスにするかっていうのは、まあ、今の状況もしんどいと思うんだけど、そのしんどい状況をもとに、ダメだ勉強できないってなって、より自分が悪い方向に行っちゃうか、いやこれをもうバネにして、もっと頑張ってやるってプラスの方向に持っていくかは、自分の頑張り次第でどうにかできるかなと思うんで、頑張る方向に持っていくといいんじゃないかなと思います。しんどいと思うけど頑張ってください。はい。長文慣れしておきたいのですが、速熟系統でシャドーイングをするか、ポラリスやハイトリで問題形式になるのか、どちらがいいですか。いや、両方やった方がいいと思うよ。うん、武田塾の宿題でも、大体1日1問シャドーイングして、1日1問長文解いてみたいな形でやってる。それは、速熟のシャドーイングはまあ読むスピードを上げる、安定させるっていうのが目的だし、ポラリスやハイトリってのはやっぱ解く練習。だから早く読めれば早く解けるわけではなかったりもするから、その解く練習自体は必要だし、だけど根本的に読む速さを鍛えるのも必要だから、両方をやった方がいいかなと思いますね。はい。現代文って先生によってやり方が違ったりするのが多いと思うのですが、例えば今柳生先生のポラリスをやる前にスタサプで小芝先生の授業を受けていて、利用者の言い方違うなと思いました。ただいでは今後総先生の授業を展開されるらしく、こちらも気になるんですが、どれか一つのやり方、誰かについていくという考え方は間違ってますか。誰かのやつ終わったら過去問を一回挑んでみて、その先生のやり方だけじゃ厳しいなと思ったら追加とかの方がいいんじゃないかなとは思いますかね。なんかいるかいらないかわからないのに増やすっていうのはあんましない方がいいんじゃないかなっていうぐらいですかね。うん、だから困ったら追加でいいんじゃないですか。なんかこう困る前に追加するから混乱するっていう可能性はあるかなとは思うので、まずは一人の先生をとか、あるいは自分がやろうと決めたものをとりあえず通してやって、それで過去問挑んでみて、まあそのレベルに合ってるね、例えば日大レベルが終わったら日大レベルの過去問挑んでみてでいいと思うんだけど、そこでとりあえずこのレベルではあの先生の参考書だけで困らないなと思ったら、そのまま先に進めばいいし、で上のレベル入ったら、あこれやべこれしんどいと思ったら下げればいいかなと思うんで、っていうやり方でいいんじゃないかなと思いますかね。はい、といったところですかね。今回は以上です。武田塾公式アプリ「ズーム武田」の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。